アナンタサマーコムドのアナンタサマーコムドのは、タイのドゥシット宮殿の殿。大理石を用いた作りが特徴的であり、一時国会議事堂として利用されていたほか、映画、グッドモーニングベトナムのエンディングシーンなど、映画のロケで採用されたり、迎賓館として利用されたりしている。現在タイの国会開会,会式は、本殿の大広間で行われている。2017年末以降、 近隣のウィマーンメイク宮殿と共に内部非公開となっている。1907年にラーマ5世によって迎賓館として宮殿建設の直令が出されたことに歴史が始まる。建築家としてイタリア人のエム・トマグノと助手のエイ・リ・ゴッチ、技術者としてシン・アレグリと助手のイージー・ギャロ、現場監督としてはチャオ・プラヤー・ヨマラートと助手のプラヤー・プラチャー・コーンが入り、 建設が行われた。王宮の完成は、ラーマ5世の存命中に完成せず、ラーマ6世の時代、総計約1500万バーツが費やされ1915年に完成した。ラーマ5世が当時としては国力を無視した1500万バーツもの資金を継ぎ込んでこの宮殿を建設しようとした理由として、西洋に太陽、国力のある国家であることを見せつけようとした。 壮大な宮殿を作り、国王の権限を高めようとしたなどの意図があると言われる。このため、アナンタ様ーコむ宮殿は、ラーマ5世に代表されるような絶対王政のシンボルとして見られていた。実際は、この建設費が政府財政を悪化させ、世界大恐慌と重なって、結果的にラーマ7世時代の官僚の大幅リストラを招いた。 この時に現れた官僚らの不信感は1932年6月24日の立憲革命官僚らによる立憲革命を導き最終的にアナンタサマーコム宮殿は国会議事堂として利用されることになった絶対王政のシンボルと見られていたアナンタサマーコム宮殿は民主主義のシンボルへとその地位を大きく変えた後に憲法改正によって 国会議員の定員が多くなったため、隣に近代的な国会議事堂を新たに建設し、アナンタサマーコム宮殿は再び接客用に利用されることとなる。2003年には APEC 万国首脳会議で利用されている。設計はサンピエトロ大聖堂、セントポール大聖堂などをもとに行われたと言われる。建築様式はオおむねルネサンス様式を採用しているが、 非常に高機のものであるがために、外部の彫刻には、バロック様式の影響、内部の一部には、ロココ様式なども見て取ることができる。バンコクが地盤の悪い湿地帯であったために、大理石でできた巨大で重量のある、この宮殿の建設のためには、地盤固めが不可欠であった。まず、鉄の棒を高いところから垂直に落下させ10メートル程度の、 穴を開け底へコンクリートを流し込み地中にコンクリート柱を形なせるという当時最新の技術の技術が導入されている。さらにコンクリート柱及び建設予定地の地面にコンクリートが水平に広げられた。この上には鉄筋でまず骨組み作りが行われイタリアのカラーラから運んできた大理石が使われて外部が整えられた。 こうして完成したものは2階建てで、ドームは7つ、大きさは奥行き49.5メートル、幅112.5メートル、高さ49.50メートルのものになった。内部の壁面にはバロック様式、ロココ様式が採用されている。天井部の壁面にはラーマ1世から5世に関連する出来事が描かれている。これらは、 イタリア人画家のリグヤライによって、当時の文化人、ナリッサラーヌ・バッティオン王子がタイに関するコンセプトの提供を行い、スケッチ画を作成、その後描かれたものである。ありがとうございます。